装束着用の図より、ひたたれの図。ひたたれ、和漢三歳図へひたたれを着用した男性。京都市時代祭にて、ひたたれは、主に武家社会で用いられた、男性用衣服、日本の装束の一つである。ひたたれからは、大門ひたたれ、巣をひたたれ、鎧下に着る、鎧ひたたれ、片絹などが時代と共に生じていく。古墳時代の頃から着られていた。 現代の一般的な和服のように前で打ち合わせる形式の医療が元である。つまり、俗体、脳死などより古くから日本に存在した医療が起源である。古来のひたたれは庶民の衣類であった。埴輪や平安、鎌倉時代などの絵巻に見られる男性の筒袖衣がひたたれの元であり、庶民階級を受容しつつ発展していった物資社会の中で公的にも ふさわしい形へ整えられていった。時代によって変動が激しいがという点は、古くから変わらない特徴と言える。古墳時代、男子をかたどった埴輪は上半身には、前合わせの着物、下半身には、別仕立てのズボンのようなものを着用している。これが、ひたたれの起源と思われる。しかし、アスカ時代以降、律令制の導入により、医療も、 大陸で来のものが正当とされるようになっていき、朝服に位置を取って変わられた。その後は、一般庶民の医療として、朝服や仮犬など大陸から渡ってきた衣服の影響も受けて、変化をしながら着られていたものと思われる。陰性期の頃から武士が政治の表舞台に立つようになっていったが、この武士の平服であった日た,たれも、武士の地位の上昇とともに清掃として認められるように、 なっていった。古墳時代の男子医療や大陸の影響を受けた、側体、脳死などは上着を袴の外に出して、着るのが通例であったが、ひたたれは活動の便宜を図るため、上着を袴の中に着込めるようになった。清掃家とともに意義を正すために、従来は筒袖であった袖は、次第に大きくなり、袴もくるぶし丈まで長くなっていった。大きくなった袖は、 いざ戦闘の際に邪魔になるため袖口に袖を絞る、紐を通すようになり、甲冑の元に着る鎧ひたたれとして用いられるようになった。弓を引くのを妨げないため、ユンでである左肩から肩肌脱いで鎧を着る、いでたちが定着した。また、戦で敵の首を取った際、泣き殻の目手に出ている、ひたたれの袖を切り取り、首を包んで持っていく状況も描かれている。なお、 将軍など、皇位の武士は、ひたたれではなく、水管を清掃として着用していた。中級以下の貴族もまた、鎌倉時代後期にはひたたれを平服として、着用するようになっていたことが、文献資料により知られる。また、形式化したひたたれに対し、従来の簡素なものは、袖蔡、四の白馬と呼ばれ、庶民や武家方公人が着用したが、庶民でも、 武士と同様に大袖のひたたれを着る者も,も多かった。鴨の町名の北上記では自称4年、前途の歳の公家たちの服装が記されている。本来、車に乗るべき、人たちが騎乗をし、遺憾、不意を着るべき、人たちもひたたれを着ている。その風貌は田舎びた武士と何が異なるのだろうか、と語っている節であるが、平家が、朝廷に影響力を持つに従い、武家交渉が、 国家貴族に拡散している様子、そして、ひたたれといえば、武士という現代にも通じるようなイメージ感覚も、この時代に、すでに存在していたことが伺い知れる。南北朝の動乱による、貴族社会の地位の低下により、ひたたれは、国家貴族の兵服として着用されるようになる。側体、脳死、仮義のなどは、儀式などの必要に応じて着用するものになった。三代には、 以下、脳死に限られたが、室町時代にはひたたれを下姿と称して三代に使用した。特に応仁の乱で室町殿に一時天皇が移ると、この習慣は広まったが、節家などを除き、下姿の時は天皇の古典に昇殿することは許されなかった。江戸時代に入ると復古的風潮から、区芸社会では仮犬が再び成功し、下姿での三代もなくなる。 礼装、公的な場としての、晴れの装束と、日常儀である、毛の装束と、徐々に、使い分けが生まれていった。礼装用は小袖に、のり付けをして、針を持たせた白い大戸トり、その上にひたたれを重ねて、大口袴と袴を履いて用いた。従来のひたたれが格上げされた室町時代では、ひたたれとは平木以上の高価なものを呼び、布地性を基本とする、大門。 巣王とは、区別されていくようになる。特にひたたれは、幕府より、館方を許された足利一門や、守護や国人の家臣に限り、侍絵星とひたたれの着用が許されており、ひたたれの着用に政権ができたのもこの頃である。ひたたれの素材は、一定しないが、室町幕府将軍は、白の無紋の絹を多く用いた。鎌倉時代のひたたれは、袴の裾をくくっていた。 くくりの袴は竹に余裕を持たす例であったが、室町後期頃にはくくりをせず、竹に余裕のある袴の裾を踏んで歩くことが起こり、近世の長袴につながった。なお、ひたたれ、大門の袴の腰紐は、白とし、巣王は、強制地を用いた。戦国時代に入ると、ひたたれの袖すら邪魔となり、肩絹というものが生まれた。これは後に上下となっていく。江戸幕府により、 ひたたれ、大門、ス王は、好意の武家しか着られない衣装とされた。ひたたれの着用が許されたのは4以上の武士に、限られたが、これはほぼ抜角を排出する有力譜代大,大名、国持ち、大名、古参や、将軍に重なる。また色もエビ色は将軍の未使用、ヒ色は大名号以上の未使用、アサギ色、萌えぎ色は使用禁止の金力とされた。 これらはいずれも縦糸と横糸が同色である。着用できるシーンも元服や将軍に年始の挨拶をするときなど事細かに限定された。また、袴の長さが著しく長くなり引きずるほどとなって活動には適さない様式となった。縦脇も電柱座と呼ばれる特に刃渡りの小さいものが用いられるようになった。金世の武家のひたたれは木の無地である。 将軍家は成功者という横糸の太い者、初代名は成功という羽豚への厚いような生地を用いた。いずれも裏はない。また、袖くくりは仮絹のように全体に通すのでなく、袖下に小さな輪のようにつけて、ろうと称した。初代名は禁じられた色を避けるために、敬意の色を変えた織り色を好み、紫と緑の糸で折った松茂、松手紫と黄色で折った、 木ンチなど、渋く上品な、織り色に趣味を競った。袴は戦術のように長ばかまで、裾のくくりはない。上級武家の中には、内々に短い袴のひたたれも用いたようで、遺品もあるが、公的な制度に基づくものではない。近世の公家社会でのひたたれ着用は著しく、限られたが、用いるときは、あやや、片織物など、仮着ぬちに準じた。 物を売り物を使用し、袴も、切れ袴まで、袖にも仮犬のようなくくりを通したものが多い。特に、明治維新の頃は、複製の緩和により、公家社会でも一時盛んに使用され、その頃の遺品は、少なくない。大相撲の行事明治初期には、朝廷出資の際の礼装になったが、明治5年に、大上官布告により、礼服が洋服となり、ひたたれは、幸福としての役目を終えた。 なお、大相撲の行事の衣装は1910年に、ひたたれ、絵星となった。神社における、祭礼時の奉仕者や、雅楽の演奏者、また、大相撲の行事などが着用している姿を見ることが、できる。また、狂言や歌舞伎の舞台衣装として残っている。このように、伝統芸能等の世界でしか着用している姿を、見ることができなかったが、近年では、結婚式の際に、 花婿衣装として用いる場合もあるようである。大百科事典1985年平凡者、活動しにくい形態にして将軍もしくは他の大名への人情を防ぐ目的もあった。ありがとうございます。